どうも、ファッシーチャンネルでーす。はい、今日はね、アップする日ではなかったんですが、YouTube ザッピングしてましたらね、サラリーマントーマスの第3話を発見してしまいましたんで、はい、ちょっと見てみたいと思います。サラリーマントーマスの第3話ですね。はい。すっかり我が家もクリスマスモードになりましたが、皆さんはどうですかね。機関車、トーマス。よし。あ、トーマスとリストラの気配というお話ですね。この子ね、知ってるかな、20年ぐらい前かな、前田っていうね、兄弟でやってる漫才師だったんですよね。大きくなってて全然分かんなかったけど。どうしたパーシー、出たパーシー。と、母と今日が言ってたんだけど、特別の結婚は愛するのに僕らじゃなくてハロードを使うんだって。かわいすぎるやろ。ひどい話だ。特別なお客を案内するから、あんなヘリなんかより絶対会社の方がいい。みんな顔まねうま。模型の頃ってなんでみんなあんなしかめっ面みたいな表情だったんだろうね。ハロルドは？それより早いと思ったな、負けろか。ハロルド外人なんだね。今度はどういう当て字使ってくるのかなと思ったけど。ハロルドが僕より優秀だと思って選んだんだろうけど、冗談じゃない。トンネルの中は飛べないくせに。バーシーは信号で停止した。そこでは羊たちが草をはんでいる。ものすごいはめ込み方がウケるな。何やってたか分かったぞ。羊を数えてたんだ。バーシーはほっとした気分になって走り出した。昔ね、夕方みんなはアンジャッシュっていうあのコント師たちが本当こういう感じの、ま、あのコント作ってたな。昔羊を数えてたんだ。羊を数えてた。片っぽが考えてることと片っぽが考えてること全然違うんだけど、一つのストーリーになってくっていうね、コントをよくアンジャッシュは作っててね、なんかこれ見てすげえ思い出した。全然違うストーリーなのにね、会話は同じっていう。あ、絶対転ぶ。ゴードンめっちゃいい演技すんね。なんでこうなんですか。こんなこぼし方しないよね。ゴードンいいな。トーマスがゴードンと壊れた貨車を救助した。リストラじゃん。トップハマハット卿がゴードンの機関士を咎めている。ゴードンはスクラップですか。スクラップか。そう思うの。トーマスは思い切って答えた。僕らの代わりにハロルドを使うんでしょ。それで特別なお客がここにいるんだ。それは誤解だよ。噂を生み出す。ハット卿ハマってるね、役。こちらの紳士が新しい公園を作ってくれるんだ。場所を探すには空からの方が便利だからな。あれ声が違う。え、最初こんな声だったっけ。特派のハット卿はハロルドになって島を取り回っている。だけどハロルドは機関車たちをスパイしているわけではない。彼は彼でとても役に立っているのだ。おー、面白い。いやー、よく作るな本当に。頭いいなこれ考えた人。でもこれ何話も何話も作れるあれじゃないよね。やっぱ作れそうなストーリーを厳選してこの社会にね、はめ込まないといけないから、なかなかこれ大変だわ。第4話もあんのかな。え、でもこれ11日前にアップされてたってことは、で新作出てないからこれで終わりなのかな。三部作だったんかな。 2D トーマスリニューアルに当たってね、いよいよですね。12月の25日でしたっけ、土曜日夕方5時25分からだっけ。いやー、ぜひ見たいな。はい、終わりました。はい、ということでですね、まあ、今日は本当に YouTube アップする日ではなかったんですが、ちょっと時間もありましたし、ね、YouTube ザッピングしてたらこのサラリーマントーマス第3話見つけましたんで、ちょっと見てみました。すごい個人的にはね、ハシーちゃんめちゃめちゃ可愛いんですけど、ゴードンの演技もいいですね、めちゃくちゃね、うん、ヘンリーもジェームスもいいんですけどね、まあ、トーマスもね、皆さん知らない方はあの
YouTube なんかで前田前田で検索すれば、まず子供のねお兄ちゃんだ8歳ぐらい、弟くんが5歳ぐらいの頃かな、よく僕も子供の頃でもないか学生高校生時代の時とか前田前田ってよく出てテレビ出てたなと思って、可愛らしい弟ちゃんとね、関西弁の結構キレのあるお兄ちゃんがツッコミしてた漫才が結構印象的でしたが、はい、気になる方はチェックしてみてください。ということで今日はね、サラリーマンパーシー、サラリーマンパーシーじゃない、今日はね、サラリーマントーマスを見てみたという動画でした。それではまたご覧ください。バイバイよ。